ちゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。第2戦日本シリーズ、ね、行われました。はい。はい。ね。さてさて。はい。まあ結果は、うん、今日は。もう先にね、言っとくけども、はい。オリックスが勝ちということで、ね。オリックスが勝ちまして1勝1敗ずつ、はいね、ということになりました。まあまあオリックスからするとね、うん、本拠地で、うん、まあ、2戦やるわけだから、ね、まあ、昨日の大敗から考えるとね、今日よく勝ったなというね、ね、まあ、そんな感じがしましたけども、はい、はい、まあ、阪神からすると今日は負けてしまいましたが、まあね、ちょっと勢いを持ってね、うん、ちょっと連勝ということも目論んだらなんだろうけども、うん、まあそうはまあそりゃ簡単にはいかんわな。ああ、そうですよね。そりゃそうだね。オリックスもすごいゲーム者でね、はい、優勝してるだけに、まあ、そりゃそうだ、強いですね。力はあるよね。はい、ということで、はい、まずは、オーダーから見ていきましょうか。はい、はいはい、まずオーダーはこういう風になりました。はい、今日もね、あの指名打者制ということで、はいはい、指名打者がそれぞれのチームに頓宮選手と、はい、今日はミエセス選手が、ミエセスが来た、失礼しました。はい、でオリックスは 中川を、うん、まあ、3番から1番に戻し、はい、まあ、西野を新たに入れてきてみたいなね、うん、でセデーニョを4番に入れて森を3番に上げたという、そうですね、はい、でちょっとね、あの下位打線も、まあね、まあ、新しく入ってきたっていうのは、うん、その広岡と西野、はい、ね、ここら辺セデーニョか、そうですね、あとはね、この日本シリーズね、はい、はい、でまあ阪神の場合はそんなに変わらずに、今日左という宮城ということがあって、はい、ミエセスを使ってきたというね、うん、そうですね、昨日はナベルを使ってきたんだけど、ね、ミエセスが来たという、はい、でピッチャーは西、絶好調と言われるね、はい、西なんですが、まあどういう試合になったか、うん、ね、見ていきましょう。はい、はい、結果はこうなりました。昨日の逆のようなね、昨日の本当に逆だよね、スコアになりましたね、はいはい、ヒットの数なんかもね、昨日の逆のような形に、まあ、本当に似てるという ね、 ねなってきましたけれども、はい、まずはまあ試合を振り返りたいと思いますが、はい、まあ初回、うん、ね、まずは阪神の攻撃、はい、宮城の立ち上がりということで、ちょっと見ていきたいんだけども、うん、まあ、近本が、まあ、三振ということでね、はい、次中野が、うん、宮城特有のスローカーブ、うん、これを見事に打ったんだよね、センター前に、うん、でセンター前に打って、このカーブが投げにくくなってきただろうなっていうふうに思ったんだよね、うん、で森下をライトフライ、はい、ただし大山の時にまた使ってきたというね、うん、だからやっぱあの子はまあ、1本打たれたからってひるまないね、うん、ただ投げにくさは出てきたと思うんだよね。なるほどね、中野が捉えたということでね、はい、で大山をショートゴロに打ち取り、うん、まあまあ無難にね、うん、立ち上がったという、まあ、ヒット打たれはしたけれども、うん、まあ当たってる中野ね、うん、カーブをよく打ったというね、はい、まあ、そういう立ち上がりだったけども、まあ、宮城は落ち着いてたというね、はい、まあ、そういう立ち上がりでした。はい、はい、で続いて西の、立ち上がり裏ね、はい、で中川が、ファーストゴロ、うん、で西野にちょっと珍しいんだけどフォアボール、はい、まあそんなにね、あのフォアボールを出すピッチャーではないんだけども、まあ、フォアボール、うん、で森の時に一塁線に、まあ、ゴロが転がって、うん、大山が取ってゲッツー成立かて、363のゲッツー成立かと思ったら、はい、これが主審はフェアの判定をしてるんだよね。そうですね。だけどそのファースト審判がファールという、うん、審判集まって協議、うん、ただやっぱりこう野手が見えてるのっていうのは主審だから、はい、後ろの審判はファールじゃないから、ただ森は走ってる審判はファールって言ってるから、うん、だから太田双方プレーが行われないというか、まあ阪神の方はフェアっていうからプレーをしっかりやってゲッツーを取ってるんだけど、うん、森は正面にいる、ね、正面にいる審判がファウルってやってるから、あんまり走りも素早く走ってないんだよね、うん、ただやっぱりこう優先は主審なんだよね、ベースの前だから、ね、ホームベースと一塁をベース回った、うん、その前でプレーをしてるプレーに関しては主審が判断するっていうルールがあって、主審が判断をしたフェアというものが、
優先されて、あ、ダブルプレーだなっていうふうに思ってたら、はい、6時審判が協議の結果ファールという判定になり、これが面白い、なんでかなって、他の審判がファールフェアって分かんないだろうって。まあ、唯一分かるのはライトの審判なんだよね、うん、まあ線の数と延長線上にいるから、そう6時審判でやってるから、うん、これがじゃあなんか変なスタート始まっちゃったなと思ってさ、岡田監督もねちょっと納得いかない様子で、いや俺も納得いかないよ。まあそのルールで言うならば主審を優先するということであれば月通で、ね、月通フェアで月通っていうことですよ ね、うん、まあ、そうだね。いやこれがね8回で 0-0 で行っててこんな判定を下されてたんだったら、これは本当に没収試合になりかねないような、そんな判定だよ。ただやっぱ立ち上がったばっかりで、うん、西のリズムもあるし、いろんなことを考えて岡田監督は引き下がったけど、うん、これはねやっぱりちょっと問題視されるよ ね、 この判定というのはなかなかちょっとね、うん、どういうことなんだろうというふうな、ちょっと審判団の判断でしたね。まあね、ちょっともやっとしたけどね、うん、はい、まあ、だけども、まあ、西が森を三振に取り、そうですね、結果セゼーニョを、うん、サードゴロに取って、まあ、無難にこっちも立ち上がったという ね、まあ、そういう結果にはなりました、はい、で点が動いたのは3回、はい、3回のオリックスの攻撃ね、はい、ワンアウトから広岡が、9番広岡がレフト前ヒット、うん、はい、チーム初安打ね、うん、でこの時に、うん、まあ、中川がファーストファールフライ、はい、で西野の時に、はい、まあ、走ってくるんだろうじゃないかとか、うん、まあ、いろんなこと考えたんだろうね、うん、2アウト1塁でね、はい、でね、うん、ヤクルトの時代もねそんなに走ってないわけよ、うん、ただ走らせたら速いっていうのは知ってるわけね、はい、データとして、はい、だってあんな牽制いるかなと思うぐらい、うん、ランナーに対して神経質だったね、うん、広岡選手に対してね、そうそうそう、はい、いやそれでまあここでエラーが悪送球が生まれて牽制悪送球で、はい、はい、でまあランナーセカンドに進むというね、うん、でこの時の外野の守備っていうのが、うん、まあランナー一塁だと後ろに下がってんだよね、はい、でセカンドに行ったばっかりにまあ、西野ということで長打もないだろうと、うん、いうことでちょっと浅めの守備を取ったところが、うん、外野の頭を抜けていったという ね、 ね、結果タイムリースリーベースということでね、まあ、これ下がってても取れない打球だったかもわからないけども、うん、まあ、だけどそういうねエラーがこう引き金になって、うん、まあ、先に点を与えるような形になったというのはちょっと痛かったね。そうですね、はい、ただ今日初めて使われた、うん、広岡と西野、はい、この2人の活躍によって選手権をもぎ取ったということは、うん、まあ、監督はやっぱりちょっと嬉しかっただろうね。そうですね、まあ、ほっとする材料ではあったと思うよね、うん、はい、はい、4回、はい、4回の表の阪神の攻撃、はい、はい、これなんで4回かというと、うん、やっぱり点を取ってくれた、はい、ゲームが動き出した、はい、その時に宮城はどうするか、うん、先頭中野、うん、セカンドの内野安打、はい、これピッチャーへの内野安打、いやいやセカンドへの内野安打なんだよね、はい、で森下、はい、これ1点を取りに行くのかなっていうふうに思ったけども、うん、やっぱ森下だけにやっぱできないんだよね、うん、バントがで流れも切るようなことがあるし、やっぱ森下がつないだら大量点ということも考えられるから、うん、まあ、強行に行って、はい、フルカウントから、うん、今日の森下はねよくボールも見えてたし、うん、ボール球を我慢してたね、うん、だからフルカウントからランエンドヒットの形になったんだけども、はい、いい当たりのショートゴロ、うん、6-4-3のダブルプレーという、ね、まあ、これ最悪だな。まあ、当たりは良かったんですけど、まあ、当たりは良かったけどさ、うん、俺森下に一つ言いたいことは、うん、勝ちたい勝てる選手だったら、うん、あれはセカンドの方向に打っていってるよ、うん、詰まっても、うん、これはなぜかというと見え見えで西の相手のセカンドがベースをカバーするポジショニングにいたから、うんうん、だから右の方向に打ってたら逆に詰まってもヒットになってる可能性がある、うん、これを強引に引っ張りに行って強く、うん、強かっただけにダブルプレーを食らってるという、うん、
なるほど。だからここら辺を少し頭を柔軟に働かさればもっと野球が野球の幅が広がるけどね、うん、森下まだ1年目だからな、なかなかな、うんうんうん、まあ、そこまでは要求してもしょうがないとは思うけども、なるほど、まあまあダブルプレーになったと、はい、まあその後だよ、うん、大山がこのシリーズ初ヒットレフト前に打つと、うん、佐藤が続いてまたレフト前に打つという、はい、2アウト1・2塁、そうですね、ね、うん、ノイジー、はい、ノイジーがね1打席目に強烈なサードライナー打ってるだけに、うん、ちょっと期待したんだよね、うん、で素晴らしいボールを宮城がインサイドに投げてんだけどさ、うん、ことごとくボールにされるんだよ、なかなかね難しかったですね、取ってくれないんだよ、ね、まあ映像で見てもまあ我々が言うのはねストライクボールを言うのはちょっとおこがましいけども、うん、ストライクでもいいのかなって思うんだよね、うん、だけど宮城はやっぱいろんなボールで勝負していけるね、うん、で結局最後チェンジアップかフォークだったと思うんだけど、まあそれで三振を取ったという、うん、でもこれはもう見事な投球だったよ ね。でも3本この4回に集中させて、うん、1点も取れなかったっていうのが非常に流れを相手に渡す結果になったね、ここはね、はい、はい、だから森下のダブルプレーっていうのはすごく痛かったということだよね、はい、でその裏、うん、まあそういう流れからまあ大体わかるわね、点になるっていうのが、ね、4回裏ね、まあしかし西も頑張ってたんだよ、うん、ね、で2アウトから、胸にフォアボール、はい、まあ、確かにね右バッターに対してはインサイドのツーシームを意識させておいて、うん、結構こう打ち取りっていうのは非常に楽そうに見えたんだよね、うん、まあ、だけど左はやっぱ見極められるとちょっと苦しそうだったね、うんうん、まあ、それでフォアボール、はい、で紅林、うん、ライト前ヒット、はい、野口、はい、まあ、ここら辺からね、うん、まあ、あの先ほど宮城の時も言ったんだけど、うん、インサイドに素晴らしいボールを投げてんだよ、西もツーシームを素晴らしいところに投げてんだよこれがねもう本当にストライクでもいいんじゃないかって、なかなかね厳しかったですね、まあ、取ってくれてもいいんじゃないかっていうところを宮城は粘れたんだよ、うん、西はだんだん甘くなっていくんだよね、なるほど、で宮城の方は球種を変えて粘れる、うん、だけどその西は同じボールツーシームで行こうとして甘くなる、うん、その甘くなったところをこの若い野口がセンター前に打ち返していくんだよね、ツーアウト1・3塁の場面で、そうそう、うん、で打ち返していくという、はい、で2点目を取る、ね、で続いて広岡、はい、これまた2アウト1・3塁のままになりますよね、これねツーシームがダメだと思ったら、うん、今度はね外にボールを集め出すんだよ、うんうん、カーブとかスライダーだとかカットだとか、うんうんうん、それを広岡がうまく拾ったね、ね、レフト前ヒット、うん、これで3点目だ、そうですね、1点追加、ね、はい、はい、で中川ね、ツーアウト1・2塁、はい、うん、で中川がやっぱりなんていうの、外のスライダーかなカットかな、うん、まあ、それをこう引っ掛けて、うん、三遊間持っていってこの回3点目、都合4点目を叩き出したというね、うん、まあ見事な攻撃だったけど、やっぱねここら辺はね宮城の幅の広さと、うん、なんか西の意地みたいな、ツーシーム、うん、俺はツーシームなんだみたいな、うん、だからそういうものがなんかこう違った形に、現れちゃったかなっていうような気がするね、なるほど、うん、というところで、はい、西勇輝投手は交代ということですね、まあ、そうだね、ここでビーズリーに、うん、西のところに回ってきてね、はい、まあ、西野にその前にタイムリースリーベース打たれてるから、うん、まあ、ビーズリーに、変わったということなんだけども ね、はい、まあ、我慢できなかったな、うん、で5回、はい、その大量点が取った、うん、ね、やっぱりこう反発していきたい5回表の阪神、ね、阪神はね、うん、でミエセスから、はい、ショートゴロ 6-3、うん、ね、キラミ三振、はい、坂本ショートゴロ、うん、3人でピシャッと抑えるという、ね、まあ宮城らしいな、うんうん、まあ、点を取った後ってね
点が大事って思うけども、うん、まあ先4回にはあのピンチをねちょっと作られたけども、うん、ちょっと石膏があってまあ抑えることができた、うん、まあ5回は自分の力でピシャッと抑えたというね、はい、あまあ見事でした。はい、はい、で7回、うん、これはオリックスの攻撃のね、はい、はい、7回裏ですね。7回岡留に代わる、そうですね、ピッチャーがね、うん、で、うん、森を打ち取ってワンアウト後、うん、セデーニョがヒット、はい、で頓宮が、まあ、シリーズ初ヒットだね、うん、1・2塁ワンアウト1・2塁で、はい、でセカンドランナーをセデーニョから小田に変えるというね、うん、で宗、はい、まあ、このシリーズヒットは出てない、はい、ライトフライ、うん、まあ紙一重だと思うんだけど、うん、まあ、なかなかあのヒットにならないね、はい、で紅林、うん、フォアボール、うん、でワンアウト満塁、うん、ツーアウト満塁 ね、はい、で野口に回ってきて、はい、島本を持ってくるピッチャーね交代して、はい、島本を持ってきて、はい、でそしたら野口に変えてピンチヒッターゴンザレスって、はい、まあ、ゴンザレスはね右と左両方打てるスイッチヒッターだから、うん、はいはい、右打席に入るという、うん、そしたら、まあ、左中間に大きなフライ、うん、ね、本人はホームランという確信のもと歩き出したという、うん、しかしフェンス直撃、はい、まあ、だけど3人が帰ってきて、帰ってきてしまったというね、はい、まあ、そうだね、うん、はい、まあ、そういう3点でした。でまあ、あのオリックスも7回から宇田川、うん、宇田川、はい、で7回は山崎颯一郎、8回ね、あ8回ね、うん、山崎颯一郎、はい、で9回は小木田がつないでいったというね、うん、ことなんだけども、まあ8回はね、梶谷が出てきて、はい、阪神出てきて、ワンアウトから、うん、大城の当たりを、うん、小畑が、飛んでるという、うん、ね、で森が、うん、まあ、ライトにツーベース、はい、うん、まあ、セデーニョじゃないや、小田ね、うん、ピンチランナー小田そのまま入ってて、はい、まあ、ファーストのエラーという、ね、うん、まあまあそういうことで、まあ、1点を取られるんだよ ね、 でまあ都合8対0になっちゃったという、まあ、そういう試合だった、うん、ね、でまあ、オリックスがね、やり返したということで、うん、まあ、豊かの今日のヒーロー、はいはい、まあ、広岡、はい、ね、うん、これ、9番に入ったんだけどチームの初安打、うん、それとねやっぱ広岡のやっぱああいう存在だとか、うん、そういうものがあのエラーを引き起こしたんだよね、うん、そんなに盗塁しないと思ってたんだけど、うん、まあ、ツーアウト取ってただけに、まあ、一番真下で走られるのが嫌だっていう、うん、まあ、それぐらいの足も持ってるだろうという疲労感の存在感、まあ、これがエラーを引き起こし、うん、外野の守備位置が前に来たところを西野がそれを逆手に取って打っていったというね、うんうん、でまず1点目のホームを踏む、うん、で4回には、2点目のこの回の2点目のね、うんうん、都合3点目の打点を叩き出すんだよね、うんうん、で西から2打数2安打、はい、1打点1得点というね、うん、まあここら辺がねちょっとあの昨日完封で終わってただけに、うんうん、きっかけをつかんでいったかなということで広場にしました、はい、ね、うん、まあ、見事な活躍だけども、まあここら辺でねちょっとね岡田監督は負けたにしてもちょっと駆け引きをしたんだよね。なるほど。で野口に、島本持ってきた、はい、そしたらゴンザレスを代打持ってきた、あこれからゴンザレスっていうのが左に対して右の打席って嫌だなっていう、うん、左だとなんかツボは抑えるツボは持ってても、うん、なんとなくゴンザレス右は嫌だなっていう感じ感触がしたと思うんだよね今日の試合でね、うん、だから左ピッチャーを出す時にはちょっとやっぱゴンザレスがどの位置にいるのかでどこでどう差し込んでこられるのかこれはやっぱ一つ考えなきゃいけないよね。ちょっと収穫ということですか。まあだから負けてもやっぱ収穫とすれば、うん、まあそういうことだよね、うん、うん、だからまあ広岡の存在とかさ、うん、やっぱ野口のバッティングの良さとか、うん、やっぱフォアボールっていうのは怖いなっていうこともあるし、うん、まあこれは分かってることだけどもね、うん、
まあそういうことがまあいろいろ分かったんじゃないかなっていうふうに思うよね。逆を言うとこういつもこういった展開の試合っていうのは、うん、あまり阪神にはなかったということで、まあ、あんまりないよね、うん、気づけなかったことがあったよっていうことが、うん、そうそう気づきはあったと思うし、ね、やっぱ短期決戦の中でもやっぱこう抑えていかなきゃ、うん、こうなんていうの握っていかなきゃいけない選手っているんだよね、うん、やっぱゴンザレスっていうのは代打にしたら代打の右打席っていうのはやっぱ抑えていかなきゃいけないよこれは、うんうんうん、とかだよね、うん、うん。あとはやっぱりこう自分の中でやっぱ森下がポイント握るね、うん、やっぱ守備にしたってそうだし、やっぱバッティングにしたって、うん、やっぱこの動かせられないんだよね、うん、空振りが多いから、うん、それとやっぱゲッツも打ってるでしょ昨日も今日も、うんうん、そうですね。だからここら辺をやっぱどう考えるかっていう課題は見つかったよね、うんうん、これね明日1日明けて次甲子園に移動して、はい、これね阪神にとってはいい切り替えの時間と移動になればいいですかね、まあね、うん、まあ1戦目勝つか2戦目勝つか、うん、やっぱり2戦目勝ってる方が気分はいいんだよね、うん、オリックスはねこの勢いのまままあまあそうだね、まあ、それと、うん、あのやっぱ初戦見るとさ、うん、打線がっていう心配があったけどもやっぱ打順をいじって新しい西野と広岡を入れてセデーニョも入れた、うん、この3人が機能してくれたっていうのが、うん、やっぱこう一つのプラスになったねこの試合では、うん、なるほど、うん、だから、まあ、この3人はこのシリーズポイントを握ってきそうだよね、うん、これはなぜかというと、まあ、広岡セデーニョっていうのは右バッターだし、うん、それ右バッターっていうのは伊藤将司、うん、大竹、うん、必ず投げてくるピッチャーだから、うん、左がねそれとやっぱこう左を多く中継ぎでも持ってるチームだけに、うん、オリックスとしたらやっぱこう心強い2人が入ってきたという広岡が当たってる、うん、ね、セデーニョが右でいける、右でいける、うん、右のゴンザレスは使えるっていうことになってくるとさ、うんうんうん、やっぱオリックスっていうのはちょっと勢いを増してくるかもわかんないね。そうですね、はい、まあここら辺を阪神はどういうふうにこう、うん、抑えていくのか ね、まあ楽しみですけどね。はい、はい、で第3戦はあさってということで、まあそうだね、はい、甲子園で今度は18時からね、はい、で指名打者制ではないので、そうそうそう、またそこら辺もね、うん、オリックスはピッチャーが打席に立たなきゃいけないっていうリスクになるんですか？まあリスクっていうか、まあ、いや、まあそんなこともないよ。あの山崎幸也なんかはバッティングいいから、まあそうですよね、うん、だからわざわざセ・リーグの本拠地で投げさすというね、うん、いうことだし、まあ、まあ、いろいろ楽しみですけど、まあまあね、はい、こういう5分だったし、うん、まあがっぷり四つに組んだというね、スコアもね含めてねヒット数とかいろんなことを含めてねはい、はい、まあそういうことなんで、また甲子園の一戦火曜日の18時から、うん、ね、楽しみにしてます。はい、はい。